Hello everyone and welcome back to Yakuza. We are continuing on with the story and let's hope something fun happens. Usually fun things happen in this game. Yeah. You want me to go into here? That other guy said if I wait in the penthouse here, the Chibana will show up. Anything I'm forgetting before I head up? Oh! Okay, this is going to be a big one. Hold on. Let's grab some supplies before we enter. No, I don't need your help. Yes, I am so ready. I am good. Let's go. I am so down for this today. Yeah, what is it? Oh, a challenger. Ch. Oru wa Tachibana kara yobarete kitan da. Omae ra Tachibana Fudousan no ningen ja nai no ka? Koko ni shachou wa imasen yo. Ato de kuru koto ni natteru hazu da. Heya de mattero to iwareta. それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛いってやる。小田、you son of a bitch。なんだろう。小田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしね。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。ははI guess some face breaking time。どげ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって、どうなっても知らねえぞ。Hold on. We do have something with us. That give me a... Okay, whatever. There we go. Whoop. お前は織田。よお前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたんだ。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いや
仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。 How fast ex ヤクザ。お互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。ユンオーダー。サンストローク。Hold on, can I? Ouch.Come here.That wasn't that hard. To be honest, I think I had a really stupid strong, stupid strong sword. Usso daro. Kono ore ni konna wakazou ga taiman de katsu ka yo. Shinjiran ne.オーダー納得しましたか、オーダーさん。ええ俺の負けですよ社長。どうなってる、あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか。ええ、小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには、彼の了解を取る必要がありました。そうかよ、俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた、その理由は何なんだ。いいでしょう。ですがその前に、あなたはこの神室町という町を何と見ますか。神室町さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。
一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て登場界の極道たちに吸い上げられる。うん、何が言いてんだ。登場界が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。 OK、 Can you... こんな風にね。What the fuck? なんだと。嘘だろ。金は力。So、私は自分の力がこの先どこまで登場界に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。うん、あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。桐生さんがご存知かどうか、登場界という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に登場界にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由はその人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。 OK、 Who? 登場界の内通者ってことか。 Your names, come on。 誰なんだそいつ。 It's no one we know, but あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は登場界直系堂島組若頭風間慎太郎です。オッケー。なんだと。おやっさんが。 I suspected as much when during the first meeting。 あなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一粒の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一粒の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一粒をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですがそれを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやすんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか登場界という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。そのところはあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。
何だと。バカな。ご理解いただけましたか、キリュウさん。You have my trust。立花。あんたがおやっさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。これは。あなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。That's so sweet.おやさんが、あんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだ。Man, if he is pulling a leg, holy shit, he went the distance. まるで分かっちゃいなかったってことか。だが。あの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします。Your face is still creepy. Completion bonus of 3 million yen. That's nice. That's pretty much nothing at this point. Wait, what? And for battle, 31 million. Worth 18 times more than the Prime Minister's monthly salary. Damn.Climax battles, item opened. Chapter 3, A Gilded Gauge. Sudenbore, Osaka. Is this when we meet the man, the legend? The... Is this where we meet Majima? He has too much money. Hey, これはすごいね。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんて。もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。
でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。まあましてやこの手の店なんてもう、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。Don't be so scared。 大丈夫ですってほんまに。物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心。折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。えほらさあ。でもね、こんばんは。失礼します。失礼します。いや、こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そうせやから君らがたっぷりサービスしてくれんと私の面目丸つぶれ。頼むで。なんや責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。ほうシャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパンいっときましょうか。おいおい大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫。That is quite a lot。 先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやね。東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通り。What is going on? よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前。お願いします。すごい。うまいな。もう一杯や。This is something, that's for sure. 賑やかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったのはつい最近なんですよ。そうなのか。That is not four bottles. 少し前に支配人が変わって。そこから急に。ふん、シャイニンくらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、That is quite shady sounding。 随分やり手みたいだね。そう、うちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。うん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともうええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろ。ね、お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もうすっごい。ほらここやここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。He's not listening。お客は大概に銭湯。
大概にせんかったら何やってんのこれ。He's gonna regret that。 こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ。彼が。Come on, I know it's Majima. There's no other man that can handle this. Ooh, steel plated boots. Yep, that's Majima. That's the man you see in every outro of my video. Well, almost every. Of course, he has steel padded ones.彼ってあの男か。ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。え？せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。え、あれが例の。この店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのおさわりや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。I'm guessing unless he attacks first. お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。He is fucked. どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。What the fuck? 私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。あ、oh, no. この野郎、ええ度胸や。Oh my god. お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、いっちょ景気のやれや。 You wanted the piece. Oh my god.そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様。What is he gonna do this man? まだそんなこと抜かすかい。なめおって。さあ、ショータイムや。What the fuck is going on? Drunkards.
the first law of management. The customer is king. Even if punched or kicked, reprisal is out of question. For now, watch for the customer to make a move and the waiter attacks using this. Okay. The second law of management. The customer is king. Even in the worst times, you must never forget to provide only the finest service possible. Patience shall be rewarded, as now it's time to show all your customers the ultimate hospitality. Is his whole playstyle? I think you've had enough. Is his whole playstyle about scaring the person? Would you like a towel, sir? Nan na ya omae wa? ですのでこちらはお預かりいたします。What an introduction to the character, holy shit. ありがとうございます、支配人。なぜこの野郎、警察に突き出してやる。さばきろ、いい君。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですがどうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい、夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。ああ、わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。Amazing. Wow. I am ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。 I was not expecting that. Holy shit. I'm speechless. はい、なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。
彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王中やつですわ。That was crazy. God damn. I loved everything about that. I was expecting him to just beat the shit out of that dude, but he took it so civilly. It's crazy. It's not civilly, it's like, it's a bit freaky. Okay, but is the eye patch for show, or is he actually missing an eye? Aha. Not sure what I was supposed to gather from that. 支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって、注文がひっきりなしですよ。Of course. あいつら怪我は？いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ、一応見張っときや。キャプテン・クラバース。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんなんばいや。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。あったあった、俺からも話しとく。すみません。Some wisdom. お手数ですがお願いします。失礼します。Might as well go see her now and get this over with. She's probably in the dressing room. Man, that was awesome. Let's save just in case.You never know, the game might crash or something. Man, that was such a cool sequence. I was not expecting that to be the way it was. Okay, cool. Well, let's get out of here then. Where is the dressing room?Hello, how are you doing today? 支配人さんのおかげで、いい商売ができそうです。ほんま、ありがとうございます。先生、And you? どないです、この店。いや、素晴らしいお店ですね。蒼天堀にこんなお店があるなんて知りませんでしたよ。こっちに来た時は、必ず寄らせてもらいます。先生、Awesome. どないです、この店。Glad to have made you guys pleased. 気に入っていただけました？いやー、いい店だよ。最初はどうかと思ってね。Hey, what's up? Hey, got a minute? Aham!
Hmm? Ah, sir! Sorry about that! What can I do for you? Can you call Kane for me? I need to talk to her. Yes, sir! Of course! What's his deal? Spacing out on the clock? Hi, sir. Nice walk out there tonight. Thanks, Kane-chan. So, you want to talk to me? He said she was locking horns with Sakurako. Where do I start? Butter her up. Let's butter her up a little bit. Yeah, you're really smoking tonight, babe. I thought some new idol singer wandered then. Oh, you. That kind of flattery won't get anybody but paying customers anywhere, sir. That right? Then I take it back. What? So it was just flattery, huh? You wound me, boss. Oh, come on, you know I can't tell a lie. Here, I'll buy you dinner sometime soon. You forgive me? Really? I love you, sir. This is idiotic. Time to get to the point. It's been about a month since you came on here, yeah? How's it going? Think you can make a real go of it at the Grand? Oh, I think so. The hall is much bigger than the last club I walked at, so it was pretty daunting at first, but I'm totally used to it now. And more customers are coming here specifically to see me. Yeah, that's great to hear. Not surprising from the number one gal from one of the oldest cabarets in the Kita area. Guess I was imagining things then. What do you mean? Oh, see, the 1 month marks actually when I see that most girls up and leave. I was a little worried you might be getting the itch too. Oh, I have no fear of that. I wouldn't dream of quitting now. Sakurako's been trying to play the seniority card on me, but I don't even notice her. Damn, girl. Hag. This is pretty serious. Aw, don't be like that. Sakurako's a vet here. She looks after the other girls too. Most love that about her. Try to get along, yeah? Ugh, I hate nosy types like that, and she's got a whole entourage. But whatever. Soon, I'll have my own click, and I won't have to deal with them now. Does she even realize she's getting lectured here? Dance as a doll, this one. She's even giving me a little attitude. Let's go more direct. Better make it loud and clear for her. That ain't right, Kane-chan. You gotta learn to read the room. Huh? Doesn't matter how good you are at the job or how popular you get. Keep snubbing your seniors like that and you'll wake up one day with nothing but enemies here. Fine by me. Not like I do this job to make friends with the other girls. Really? That's the best you can do? I'm disappointed. I doubt you'll be around here long enough to make those enemies then. Wait. What's that supposed to mean? Is there a problem with my walk? Nailed it. She's the competitive type. Put her pride on the hook and she'll take the bait. Look, I ain't asking you to be friends with Sakurako-chan. In fact, you two make much better rivals. Rivals? Yeah, but not the kind that shanks the other in the back. Compete! Push each other to get better. You'll bring up all the other girls with you. Right now, you're just tripping over each other and that makes it harder for everybody around you to step up. Customers may love a girl like that, but I got no use for them here. The Grand needs girls who are popular with the guys and the girls. The guys and the girls. Thing is, I know you could be that girl, Kane-chan. That's the only reason I'm coming down on you about it like this. You really think? I'm sorry, sir. I was acting like a spoiled brat. I'll work on being that girl, on being more considerate. Please, give me one chance. There, see? You too get it! I knew you were a keeper, kid. And I hope you'll keep helping me improve when I need it. That was easy, well done. Oh, finally. Took long enough. And wait, what was that waiter's deal? Can't have him zoning out on me like that. Better go have a chat. Yes, let's be his therapy person. Are you zoning out again? Gotta get that 500 grand somehow. Man, why the long face? Need to use that. Use the facilities? Faculties? What is it? Facilities? It's one of the two. Ah, sir! No, I got a letter from my little sister back home. Yeah, and what's the word?
That my father's sick, unfortunately. The doc says he needs to be hospitalized, but the procedure they wanna do runs 500k. But I ain't got that kind of cash. Sorry to hear it. You try asking the floor manager for an advance. Another emergency a while back already forced me to ask for one. I'm afraid if I ask again, I'll get canned, especially for so much. You in the habit of breaking mirrors, kid. Here, I'll spot you. What? But, sir, I can't... Don't sweat it. You can always replace money. Same can be said about people. Once they're gone, that's it. Wow, that's a good quote. Sir, as I recall, you ain't been back home in a while, yeah? Take a few days off, too. Go visit your pops. Thank you, sir. Wow. Well done, Majima. Only thing that matters right now is keeping this place running smooth. I'll throw as much money at it as I need to. Looks like that's it for my staff troubles. It's about time I checked in on the hole. Sir, there's a problem. Shit, what now? One of the customers is placing insane orders now that he knows he isn't paying for it. He went down the line of a top vintage wines to start, and then started in on our best whiskies and brandies. He's already racked up about 4 million worth. Start at the prices and walk your way down the list, huh? The real class acts come out in times like this. Indeed, I figured we should stop him, so... Where's he at? Show me. Right this way, sir. Oi! Mada tamonda no konei no ka yo? Are desu. Dou shimashita? Nan de mo arahen. お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。おお、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。It won't take long. しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。さあ、はいよ。さあ、戻りましょう。Hello, my name is Majima. Goro Majima. I'll try that voice. 繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀藩。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあ、ただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。What is going on? 聞いたよ。さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎。蒼天堀の夜の帝王だ。Is he Yakuza or something? 客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ。なかなか気が利いてるな。やっぱりお前、仇が向いてるって。自分でそうは思わねえの。アホ抜かせ。
誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。パニッシュメント。あは。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れる。ミスターオーナー。オーナー。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺にはわからないよ。ツカサ・サガワ、リテイナー・トゥ・フィフ・オン・ビア・レジェンド・サンプル。あんたに分かってもらう必要はない。If you guys want to read, you can pause it. Then for you to get.今月の売り上げ。この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあそんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。Oh my god。おのれ。なんだ。殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたら、お前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああ、そうや。それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの。Well? 冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ、支配人。God damn。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。即戦力が欲しくてさ。ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるから、こっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。 This is horrible. I don't blame you. Like, if
What did he even do to get cast out of the Yakuza? Pardon me, sir. I just got a call from Noriko-chan saying she's jumping. ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく。落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケ取るホステス言うたら誰や。よそですか。よその子でしたらそうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。じゃあ一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ。望みをうちに引き抜く。え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くってさすがにまずくないですか。そもそもそんなことはどうやって。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。Wow. This game is crazy. Okay, so I guess we're leaving. We'll check on some of our customers. If there's something interesting, I will cut to it. お客さん、大丈夫？怪我せんかった？ああ、さっきはすまんかったな。もう酒はほどほどにしとくわ。ほんま、ありがとう。Glad to help. お客さん、大丈夫？怪我せんかった？ああ、大丈夫。Oh man. Oh, this is in Shofukucho. Time to pay them a little visit. A different map. Fascinating. Do you have anyone to fight here? You there. Oh. What are you supposed to be? You are the master of that alehouse, the Grand, yes? Yes, that's me. I knew it. Even the way you walk is refined. Guarded. You have no blind spot despite appearance. I'm sorry, sir. Have you met? My name is Sumitaro Komaki, heir to a certain form of martial arts and its present master. Martial arts? Yes, but lately I felt my technique slipping. My edge has been dulled, so I left the lights of Tokyo in order to train. Yet even here I find this age of excess, gluttons and fools gorging on carnal pleasures. Nobody hungers anymore. And then I heard talk of a lounge called the Grand. They said it was the home of a most interesting man. Pardon my asking, but have you visited our establishment? What kind of question is that? Guzzling booze with painted ladies hanging all over you? Bah! What an excess. Of course I haven't been. Well then, why the hell am I doing, doing this song and dance if you ain't a customer? Besides, what's a washed up martial artist wants with me? The hungry air about you, it is far beyond the men I've fought in recent years. Would you do me the honor? Which honor? What? You want me to fight you? Precisely. A deeper strength sleeps within you. I refuse to let it lie dormant and unused any longer. You okay upstairs, pal? Fighting you don't earn me one skinny yen's profit. I'm a busy guy. Hide behind your merchant's guise all you like. I know money isn't what feeds that hunger, but whatever honest life you make a show of living, I can see the demon gnawing at you inside. There's only one way to appease the demon. Son, face the strong in combat and set loose those fighting instincts, struggling to burst free. And you're telling me that you're the strong guy. Oh, as it happens, I am.
Now, do you see a reason to face me? Not that it will stay my hand either way. There's no talking sense to you, is there? Fine, you win. I was just thinking it'd been a while since I really cut loose. Not here, though. If you insist. Okay. This place should walk? You are awfully hesitant in agreeing to this. I am starting to think you keep the true extent of your strength hidden away. You must have your reasons. I know I have mine. But the fist is like the sword. Leave it in its sheath to rust and you will not be able to draw it when it's needed. What say you? You ever feel an urge to shrug off your restraints and fight to the full extent of your abilities for a change? If you're offering, I'm game. Not too big on the idea of opening up a can on a creaky old guy like you, though. Huh, cast aside such worries, even though the edge left in me should prove sufficient to handle a pup like you. Show me what you've got. Shifty-eyed man. Buck style incorporates a number of merciless attacks. One of these is the eye poke attack. If you land an eye poke attack, the enemy will turn their back to you in pain. Show Kameki the buck style moves. Ah! Bye, Pok. One of the special moves of the Fox style is a hit action called the Essence of Shoking. The hit action triggers when an enemy attacks you or when you circle around behind them. Show Kameki your Fox style special moves. Your training is now complete. Attack Kameki with everything you've got. Oh Jesus. Oh my god. Oh. What is that? There is no surviving that. Glad to know I still have an eye for talent. You will surpass me one day, I can promise you that. Hey, Grabs, just what kind of life you been living? One of an armed combat, wagering my life on my own bare fist for the last few decades. Not that my opponents have always been so gracious. I face swords, fire-ups, and you think I'm gonna get stronger? Georgia. Much. Even now, I see there's been a change in you. I spar with you and regain the strength I once had. You spar with me and you gain the strength you've never known. A mutual benefit for us both, is it not? Yeah, I guess. I will be walking about the city for a while. You shall see me again. When the time comes... Alright, I'll be waiting. Wonderful. That was an experience. Now, if there are no more weird old guys to interrupt me, I gotta pluck Nozomi from the Odyssey roster. Odyssey's in Shofukucho. I could head straight there, but it wouldn't hurt to gather some intel first. I should take a lap around town and see what kind of info I can dig up on Club Odyssey from the people living in it. Where are we? Okay. I'll move to, if we find anything, I will cut to it. Till then, you will have to wait. Okay, let's see how this feels. Okay, let's see. Oh my god! We haven't found more, but that's fine. We're going to take a break here. Thank you everyone so much for watching. I hope you enjoyed. If you did, leave a like, subscribe, and tell me down in the comments below what you thought. I want to hear what you guys had to think about Majima's entrance, with him being the manager, and the fact that he is not who he shows he is on the outside. So yeah, hope you all enjoyed, and I will see you all in the next video. Bye bye!